行きましょうか。どうぞ、お嬢様。Immense merci, monsieur。なんて、なんだか楽しくなってきました。今日はどこに連れて行っていただけるんですか？どこを行こっか。どこでもいいですよ。隊長が決めてください。そうだな。よし、とにかく行ってみようか。クラリスは本を読むのが好きみたいだから、本屋なんてどうかなと思ったんだけど。この本屋さん、いつも来ているんです。そうなのか。じゃあ他のところに行った方がいいかな。いえ、大丈夫です。いつもと同じ場所でも違う気持ちになれそうで、デート実験には最適ですよ。そうかい、クラリスがそう言うなら。行きましょう、神山隊長。今日はどんな本に出会えるのかな。どうした？いえ、そのちょっとデートっぽいかなと思いまして。デートっぽい？あ、ごめんごめん、ちょっと近すぎたかな。いえ、大丈夫です。神山隊長って優しいんですね。優しい？そんな風に言われるとなんだか恥ずかしいな。結構恥ずかしがり屋さんなんですね。ちょっと面白いです。やめてくれよ。今日は神山隊長の違う一面が見られて楽しいです。こうして相手のいいところに気づいていく、それがデートの良さなのかもしれませんね。楽しかったですね。そうだな、たくさんの本に触れるのは新鮮だったよ。隊長は普段どんな本を読むんですか？本か。戦術書が多いかな。作戦を立てる時の参考になるしね。さすがは隊長ですね。日頃からの努力、素晴らしいです。まだまだ未熟者だから努力するしかないんだよな。努力しようと思ってできるのは才能です。誰でもできるわけじゃありませんよ。なるほど、そう言われると嬉しいな。ありがとう。にぎやかですね。私、ここには初めて来ました。よかったよ。それで脚本には生かせそうかい？それはまだ。
デートってこういう時どうするんでしょう。そうだな、恋人っぽく手をつないでみようか。はい、そうですね。どうした？ごめんなさい、恥ずかしくて。おかしいですよね、ただ手をつなぐだけなのに。でもこのドキドキ、これがデートの気持ちなんでしょうか。きっとそうだよ。ちょっと残念だけど、少しは役に立てたかな。それはそうと、あっちに面白そうなものがあるな。行ってみよう。はい。楽しめそうですね。ああ、早速乗って…あれ？どうしたんですか？ごめん、クラリス。残念だけど、まだ乗れないみたいだ。近日開始予定…そうなんですね。乗ってみたかったですけど、仕方ないですよ。こればかりは…そうだな。それじゃあ、次へ行こうか。はい。でも、いつか乗ってみたいです。大切な人と二人で。そろそろご飯でも食べに行こうか。はい、お任せします。よし、この近くでどこか美味しくて雰囲気のいい店は。そういうことなら、うちのお店がおすすめだよ。何のつもりだ。やっほー、お二人さん。ユイさん、なぜこんなところに。いいからいいから。はーい、お二人さんご案内。ちょっと、中華料理屋。ユイさん、これは一体。それについては俺が説明してやる。シャオロンまで。ここは中華料理屋新龍軒。この店こそ、この俺が中華鍋を振るうデート一番の中華の名店。そしてなにを隠そう、我が上海歌劇団の秘密基地なんだ。秘密基地、中華料理屋が。歌劇団ごとに個性的な秘密基地があるんですね。ま、せっかく来てくれたんだ。俺の絶品料理たっぷり味わっていけよ。ドリアー！すごい、なんて火力なんだ。すごいだろ、隊長は。炎の召使いって二つのまであるんだぞ。炎の召使いですか。そいつは確かにすごい気がします。違う、炎の召使いだよ。最高にうまい飯でみんなの心を虜にするのさ。なるほど。
さ、できたぜ。その名も上海ドラゴンチャーハンだ。わあ、とても美味しそうです。ああ、いや、しかしこの匂いは、くぅ、たまらん。なんてうまそうな匂いなんだ。いただきます。まあ、これは、うまい、うまいぞー。味だけではない、香りが深い。ガツンと香ばしく、それなのに軽やかだ。これは素材の力だけではない、まさに火力が生み出した力強いドラマそのもの。このチャーハン、歴史的一品と言っていい。見事、見事だ、上海ドラゴンチャーハン。なんだ、お前評論家みたいだな。こんなにうまいチャーハンを食べたのは生まれて初めてだ。テッタ、私も初めてです、隊長さん。見たか、これが炎の召使いの実力だ。まだまだあるから、どんどん食べてよね。すごい量のご飯でしたね。お腹いっぱいです。俺もだ。ちょっと苦しいぐらいだな。でもすごくうまかった。はい、でもデートって雰囲気じゃなかったかも。確かに。この後はどうしますか？そうだな、そこのお二人さん、ちょっと寄っておいきよ。なんだ？占い師？そうさ、よかったら占っていかないか？占い、面白そうですね。やっていってもいいですか、隊長さん。確かに面白そうだな。いいよ、占ってもらおうか。はい。なんだかドキドキしますね。じゃあ始めるよ。ロケスピラトス、ゾトワストリタス、グリサタニトス。なんだ？欧州に古くから伝わる呪文です。本格的でワクワクしますね。わかったよ、真実は見えた。可愛らしいお嬢さん、あんたこの男のことを愛しているね。愛してるって、絶対にありません。クラリス、思いは同じだったんだね。クラリス、俺も愛してる。だから私は愛してません。隊長もふざけないでください。ちょっとだけ本気だったんだけどな。なんだかこの占い変ですね。次の場所に行きましょう。わかった。仲がいいね。だけど
行く前にもう一つ聞いておいき。どんなものでもいつかは壊れるものさ。なぜなら影はいつだって隣にいるものさ。だからうまくいっていると思っても必ず後悔する時が訪れる。それを避けたいと思うのならば、助言は一つ。逃げるのはね、何も悪いことじゃないのさ。そうですね。貴重な助言をありがとうございます、占い師さん。ここが銀座か。うまそうな人間どもがゴロゴロ嫌がるぜ。いけねえいけねえ。まずはどう味見するか考えねえとな。さて楽しみだな。ちょっと疲れましたね。じゃあ少し休もうか。デートって楽しいんですね。こんなに楽しんでいいんでしょうか。どういう意味だ。それはどう見える。よく見えねえな。もうちょっと前に出た方が。押すなって。あの隊長、私もしかしたら。あ、危ない。うわ、なんだ。初穂さん、さくらさん、二人とも何をしているんだ。いや、なんでもねえから。その通りです。失礼しました。なんだあれ。二人とも心配だったんですよ。何が。さあ、何でしょうね。今の隊長、あそこです。助けて。女の子が。あの下は海です。まずい。絶対に助ける。間に合え。今のはクラリス。ごめんなさい。クラリス。おかえり。で、ケースを変えてどないしたんや。なんかあったんか。いえ、小町さん、クラリスを見ませんでしたか。さっき帰ってきたみたいやで。自分の部屋におるんやないか。クラリス、いるんだろう。ここを開けてくれないか。ごめんなさい、ごめんなさい。神山くん。
支配人。浮かない顔をしているわね。何かあったの？実はクラリスが。なるほど、そんなことがありましたのね。クラリスのおかげで俺も女の子も助かったんです。それなのになぜ逃げ出したんでしょうか。クラリスは。クラリスは何かを隠しているんですか。あの力は。そうね、彼女が持つ闇、隠しておきたかったものがあの力よ。クラリスさんはね、自分の持つあの力、獣魔道を恐れているのよ。獣魔道、それがあの力の名前なんですか。クラリスさんの家は欧州の古い家系、代々魔道書を作ってきた一族なのですわ。彼女はその魔道書を使って強力な力を使うことができるのよ。なぜその力を恐れる必要があるんですか。それはクラリスさんに直接聞いてちょうだい。私が言うよりその方が良いと思いますわ。クラリスさんのことよろしく頼んだわね。はい、わかりました。